後藤総一1月2日から2003年は、第19から21代東京都八王子市長。東京都南多摩郡、由井村内子市に、多摩市とも呼ばれた、西国業、後藤常吉水社を営む家に生まれる。1933年八王子市役所に、臨時職員として、就職、同年3月八王子市立商業、公民学校後期を卒業した。 後藤は、職員として働きながら、東京府立第二商業学校を中退した後、1942年に、東京市警商業学校第二本科を卒業した。1936年に、第二乙種合格、第二補充兵として編入される。体重は49キロと軽かったが、視力も良く、馬に乗れたため、1938年9月に、 野放第一連隊の砲兵に王将。1940年に召集が解除されるが、1942年9月に、独立公社法、第二大隊に王将。1945年3月軍曹に、昇進。同年千島列島バラムシル島から、人地偵察のため出港。他の艦は沈められながら慎重に一週間かけて、小樽にたどり着き急死に一生を得ている。 敗戦とともに、市職員に復帰し、小林吉之助市長から、総務課所務係主任の事例と、予算編成を命じられる。結婚式の翌日から、市役所が、八王子空襲で焼かれたため、八王子市立第一小学校の行動で、予算編成に当たった。1948年同市総務課係長、同年11月八王子市議会書記長。 1951年7月、水道課長兼総務課秘書室長、1955年総務課長、1959年12月総務部長と、昇進、1963年10月に、東京オリンピック、八王子市事務局長を兼務するも翌年の1964年9月に、がん退職する。職員時代や、公術の教育長時代は、 全力投球であった。水道課長時代には、市民の要望である、上水道を通すために、若手官僚を接待し2億円の記載を認めさせた。上水道が開通しても漏水が多く、夏にはスイカを補修現場まで持って行きこぶしていた。総務課長、総務部長時代は町村合併促進法により、自転車に乗り町村合併を、先導。 1955年に八王子市と生活圏が同じであった横山村、元八王子村、恩方村、川口村、霞村を編入。1959年には慎重な姿勢を見せていた浅川町を編入。1964年には住民が対立していた吉木村を編入させたのであった。八王子市は都心から比較的 近いため人口が急速に増加していたそのため、小中学校の建設が急務であった。そこで、後藤は、内越のせがれで通る、知名度を活かし土地取得、建設を行い一年に9校の学校を建設した、ことがあった。市長時代を含めると50校の小中学校を建設した。仕事熱心で実績の多かった。 植竹窓か次が1972年12月、翌年2月に行われる市長選挙に立候補を表明し4戦目の選挙体制を整えていた最中に植竹が病気で入院したため人望が厚かった後藤に白羽の矢が立ったが本人は全く立候補するつもりはなかった。同年の大晦日に衆議院議員である小山昌司や死議らが説得するも、 後藤は孤児した。夫人や親戚も反対であった。ある日自宅から拉致されるように車に乗せられ、商工会議所のベテランに脇を固められそのまま写真スタジオに連れて行かれそのままポスター用の写真が撮影されてしまった。そこまでされると、後には引けなくなりついには出馬を決意した。1973年2月11日投開票の選挙で、 自民党の推薦を受けた後藤は56,039万39票を獲得し社会党候補者の31,008万8票、共産党候補の13,511票と引き離し圧勝した。新築移転後の八王子市役所市長就任後、待ち構えていた仕事は、宮間町、小津町の採掘場から運ばれる石を積んだダンプの化石祭などの公害であった。そこで化石祭を図る、 自動測定装置を導入、警察と協力し違法なダンプを取り締まっていき、新生化させた。1977年2期、1981年3期と、圧勝し1980年代になると、元本郷町への視聴者9月24日の、新築移転、中央図書館1月27日会館の建設など、インフラ整備を進めていった。また、 八王子駅北口に祖語を誘致したことも挙げられる。視聴者新地区移転では、騒音被害地区に対する補助金を得るために防衛施設長職員が視察に訪れる日に合わせて米軍機が上空を飛んで、もうように横田基地司令に頼み込み、視察時に飛ばしてもらい1 5億円の補助金を得ている。30時間視聴室に閉じ込められるなど、職員組合から、 猛烈な反発を受けた家庭系不燃ゴミの運搬業務委託も実現させている。八王子社人業の援助など文化発展にも貢献している。八王子総合八王子駅北口にはデパートはなく駅前から放射線に伸びる商店街しかなくデパート誘致には反対していた他立川駅に買い物客を奪われていた。 そこでデパートを誘致し始めるが地元から好意を持たれていて出店確実とされた松坂屋は、お家騒動のために出店は不可能となってしまったのであった。三越にも断られたが事態を中止していた祖号が出店を決めたのだった。しかし祖号側が売り場面積3万平方メートル。 商店街側が2万メートル程度を希望してきたために2万5千平方メートルで決着させるために接衝に当たった。これは1972年に開店した八王子大丸などの小さな規模では意味がないと考えたからであった。1980年からは第1 4 1号代東京都市長会長を務めるなど校長であったが中央図書館の工事の談合。 中学校の増収賄、視聴者権設時の収賄などの疑惑が浮上してきた。ついに1983年11月視聴者、新築移転時の収賄容疑で助役が逮捕され、市議会から辞職勧告決議案や7641人の署名の辞職要求など追い詰められていった。12月26日市長を隕石辞任した。 1987年には、国四等曲実賞受賞を受賞している。引退後は、八王子社人形講演会会長、明治神宮数計会場無理事八王子支部長や、東京八王子東ロータリークラブ会員などと、活動、東京八王子東ロータリークラブ1990から1991年度に重大会長を、務めた。1989年、 ポール・ハリス・フェロー、1992年米山小学、記念功労者を受賞している。ありがとうございます。